ガム食べる？ガム食べる？ガム食べる？じゃねえんだよ。どうも、石井です。なんだったっけ？さよなら。で、おい、ちげえよ、ちげえ。あのね、リスナーさんが、もう、あるね、あるリスナーさんが、これ出してくれ、出してくれってね、もう本当に、時間ね、遅い、遅くない？昼。ってことで、今回は、これ、ハンドパワーウィンド。俺はそう言っちゃうけど、くるくる、昔の、こういうスイッチのやつ、ウィーンって自動で上がり下げするやつじゃなくて、昔ながらのこの、くるくる回す、このくるくる回す取っ手の外し方を動画にしてくれと、あるリスナーさんこの辺出てるかもしれない。あるリスナーさんが、それかな、ちょちょってなってるかもしれない。あるリスナーさんが、言えんで、仕方なし、しゃーなし、しゃーなしね、撮ろうかなと思ってます。知ってる方は知ってると思います。はい。もし、参考になればですけど、知らない方は、僕、流なんで、俺流、ってことで、僕の外し方として、こういう風にしたらいいんじゃないかと。こういう風に外れますよ、という。で、言ったリスナー、名前、この辺出てるけど、です。リスナー見ないとかよ、ダメだよ。のことよ。とりあえず、行きますか。VTR、スタート。はい。どんなとこに置いとんねんって話だけど、まず、今日、使う素材は、こちら。見れる？プロボックス。プロボックス？プロボックス。48万。25年式でね、立派な並びもついて、高速のマクラーレン、わかんねえ社畜マンジーレーシングカー、48万円に売ってます。宣伝すなっつって、はい、ってことで、これを使いますけど、はい、これね、運転席のみパワーウィンドウで、他はくるくるハンドパワーウィンドウ。なんかハンドパワーウィンドウなんていうの、あれなんて言って正式名称教えてください。はい、調べてませんってことで、のこれをね、くるくるの取っ手をね外そうということです。じゃあやっていきましょう。あ、で、あ、そう、使うものは特にいらないんだけど、傷つかないように保護するテープ、あと、こういう細いものをね、用いてやっていきたいと思います。それでは、いきまーす。はい、さて、じゃあ、とりあえず、これですね。これ。これ。こうやって、ぐるぐるーって回して、こういうやつ。これ。これね。で、とりあえず、最初に、覚えておいてほしいのは、この位置っす。位置が、例えば、これ覚えとらんと、例えばね、なんかやりやすい時に、こうやってやって、こういうの、どっちだったっけみたいな。なっちゃったら、適当につけることになっちゃうんで、で、あと、これ振動で、こう、なんか落ちる場合があるんだよね。下手に変なところにつけると。なんで、一応、一回、こう、閉めた状態で、ウィンドウ全開閉めた状態で、大体の位置を、こう、あいつしょ。この辺だ。これが上だよ、みたいな。しとく。
こういう風にしとく。そんで、そっからなんですけど、これね、やりにくい、やりやすいで、これを動かしてもらってください。この中に、クリップが入ってるんです。スナップリングみたいなような、そういう、こういうね、ちょっと固めの、針金で作ったような、そういう留め具がついてるんです。で、しかもこのすごい隙間なんで分かりづらいです。分かりづらいです。で、それをね、こう、例えばこうやってみ、こう、ちょっとね、こう、こうって浮かしてもらうと、こうギュッとこの、なんだろう、ハンドルと内張りをこう、ギュッて浮かして、こう、押してもらうと、だいたい針金が見えるんですね。はい。じゃあ、ちょっと早速取りますね。って固定具がないんでね。はい、すいません。でね、いきます。これで気をつけないといけないのが、あ、これね、ごめんね。今僕、別に、普通にやってるんですけど、傷つけたくない人は、ちゃんと保護してくださいね。はい。気をつけてほしいのが、ピンがパーンって飛んじゃうんで、あれなんですね。ほんと飛ばないように、飛んでどっか行ったって言ってても、保証はできないんで。こうして。はい。これが、ピンです。これがピンです。で、スポッと。まあ、これが多分、この擦れないようにするための保護するシートだと思うんですけど、だからここね、よく見てもらうと、よく見てもらうとなんかカチカチいうのをこうなっててね、つまりは向こう側についてる時はこうついてるんですよ。これをこう引っ張ってもらう。さっきみたいな、こう細いものを使って引っこ抜いてもらうという、ただそんだけです。ただそんだけです。で、今これ動かしちゃってるからあれだけど、まあ動かしちゃった場合はあれなんだけど、一回ね、金具を取った状態でね、待って、これは位置が違うでしょ。いっぱい締めてるのに位置違うから、これでまあここに合わせるようにしてもらって、で。元に戻す作業をすると、例えばこうして、じゃリングつけます。リングつけるね。で、これ、保護のシートを、こう、止まって、あとは、戻すけね。こう、戻ります。で、あと、内張り剥がしたいときは、まあ、こういうところにネジがついてたとか、こういうめくらのところにネジついて、これもこういうところにもネジついてるね、ここにもついてるね。そういうの外してもらって、あとはクリップなんで、まあ、こういうので、ニューバーとかそういうので、用いてもらって、パカパカって、パカパカと、してもらうと。はい。そういうことでございます。もう元に戻すね、これね。よし。これね、こういう風になってる。はい。ね。はい、つける。戻す、リング戻す、ね。あ、逆だった。いいんだよの、いいんだよの。そうする、リングを戻す。しかもこれちょっとね、あ、なんだ。これまた癖がある。見えねえな。見えねえな。癖がある。こういうこと。で、戻す、戻す、ね。今いっぱい締めてある最初の位置に完成です。分かったね、ごちゃん。さあ、雑かったっすけど、あんな感じでした。猫ちゃん、ちゃんと繰り返し見て、分かんなかったら繰り返し見なよ。猫ちゃんに猫ちゃんって言っちゃったけど、猫ちゃんに猫ちゃんのための動画みたいになってるけど、これ、まあ言うて、まあでもね、なんか結構頑張ってるんだね。ってことで、まあ参考になれば、猫ちゃんね、頑張って外してね、早くキーレスつけなよ。キーレスつけなよ。はい。ってことで、
この辺で終わります。ちょっとほんと尺長くなっちゃったけどね、ごめんなさい、すみません。ということで皆さん、次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。